どうもこんにちは、ラジオです。迷惑系 YouTuber の原田容疑者、まあ江妻流って言わずにあえて原田容疑者って呼ばせてもらいますけど、まあ逮捕されてなおコロナウイルスをまき散らして、で迷惑かけてると、まあ、取り調べをした警察官にも移して、その警察官が家族にも移したみたいな、なんかすごい迷惑を、逮捕されてなお迷惑かけてる。それでこのままでね、なんかね、死んでもね、末代までたたって迷惑かけそうな勢いなんですけど、ある意味ね、ヒカキンとかはじめ社長とかよりも有名になったんじゃないかなと思ってるんですけども、そういうね、まあ原田容疑者の運気をね、ちょっと占ってみようかなと思うんですよね。もともとね、動画を見てる時からこの人なんかね、運気が今年は悪いなと思ってたんですけど、一応ちょっと見ようかなと、ちゃんとしっかり見ようかなと思ってなんですけど、今年の運気はね、去年プライベートを犠牲にしたことが今年になって形になるっていうのは一応出てるんですよ。だから去年1年間頑張ってきた YouTube 活動が今年になって、まあ、形になったんだろうなって思うんですね。でね、ただね、2020年この人の星はね、暗検察がついてるんですよね。ただ暗検察っていうのは外部からの災いがあるっていうものなんですよ。で、仕事、人間関係、病気、事故とかそういう風外部、外的要因の突然のトラブルに巻き込まれるっていうことがある。この場合は多分逮捕のことをね、指してると思うんですね。で、通常案件札がついてる場合ね、まあ案件札がついた年はやりすぎないように本当は用心しなきゃいけないんですよね。特に人間関係でのトラブルが起こりやすいので、人間関係を慎重に行くのが通常はそうなんですよね。またね、2020年、今年ね、は打球っていうね、まあそういう宮、球にね、入るわけですよ。それは何なのかっていうと、口に関することに気をつけるっていう年なんですよね。でね、口から出る言葉とか、口から入る食べ物とかね、まあ、もちろん口から入るウイルスも当然関係あるわけですよ。だから人、その口をね、口を本当は守るためにマスクはしといた方がいいっていうのは当たり前ですね。マスクあの人してなかったみたいですよね。またね、今年のね、月で言うと、6月がね、サイダーがついてるんですよ。サイダーっていうのは自分のせいで、さっきのアンケートだと外的言うんだけど、今回自分のせいでの災いが起きるってこと、自分のミスとかね。例えば約束を自分が忘れてたとか、あと契約書を自分がしっかり読まずに書き間違えたとか、あるいは、ね、健康面もそうなんですよね。不摂生とか健康に気をつけないで病気になってしまうっていうのも災害に起こりやすいんですよね。なのでね、まあそういうのもね、ただそういう傾向が見えるなって思ってですね。あとね、この人が持ってる腰のポイントなんですけど、この人はね、個性的でアクティブ、負けず嫌い、クリエイター気質、短期、リーダーシップ、頭の回転が速い、だから賢いんですよ。でね、まあ、ある意味ね、この人ってネガティブな部分がものすごく動画から見えるんだけど、実際は本当はいい風に捉えれば良い部分がたくさんあるわけですよ。だから己を理解した方がいいと思うんですよね。己のいい部分をちゃんと理解して、もうちょっと、ね、頑張って。出てきたら頑張ってほしいななんて思ったりもするので、そんな感じでした。しっかりとあまり迷惑をかけないでほしいなと思っております。だってね、江妻流のコロナウイルスが移ったと思うと、それだけで気分悪いじゃないですか。まあ、そんな感じでよろしくお願いします。